小川誠と,とは、日本の元政治家。衆議院議員、運輸大臣、自民党国会対策委員長、自民党幹事長、自民党選挙対策委員長、高知会会長、日本遺族会会長を歴任。福岡県大和郡世隆町出身。2歳の時に、第二次世界大戦に従軍中だった父が、フィリピンレーテ島で戦死。女で一つで苦労する母親の姿を見て、 政治家を志す。自民党の鬼丸克行参議院議員の秘書を経て、1980年に衆議院議員に旧福岡3区から初当選。以来、小選挙区制での福岡7区を含めて連続10回当選。野中広武とは派閥は違うが、指定関係にある。建設政務次官、自民党建設部会長、衆議院建設委員長。 自民党総務局長を経て1996年、第2次橋本内閣の運輸大臣として初入閣。自民党では、名門派閥の高知会に属し、当選同期の川崎次郎、一期上の白川勝彦と、共に加藤孝一の側近とも見られていたが、2000年に起きた加藤の乱に際しては、当時幹事長職にあった野中の意向に沿って、反加藤として動き、 加藤と決別して堀内派の結成に奔走。加藤の乱の後で野中に禅城される形で自民党幹事長に就任。2001年以降の小泉純一郎政権下では道路公団民営化反対派の中核となるなど野中、亀井静からと並んで抵抗勢力側の代表的な政治家の一人とみなされるようになる。道路族の有力議員であり、 道路特定財源の一般財源化に反対した。他方、小泉側も小賀に、たびたび財務大臣や外務大臣などの重要閣僚での入閣を打診したと報じられ、小賀の取り込みに不信していた時期もあった。2005年の郵政国会では、亀井や田抜き美見助らと法案反対の動きを見せていたが、土壇場の衆議院本会議採決では採決直前に退席し、危険。 その後の第44回衆議院議員総選挙では弁明書を提出し公認候補として党内に残り当選するものの影響力は低下した2005年12月には道路族としての有力な権力基盤である道路調査会の会長ポストを石原信明に明け渡した2006年2月には派内の反対派と妥協する形で庭雄也と共に 高知会の共同代表となる。ただし、小泉首相の事実上の後継者である、安倍晋三が後継総裁に有力視される中、派は、庭や柳沢博良も主導権を奪い合っているために、派を一本化できておらず、実際、同年の自民党総裁選挙では、かつて側近として使えた、加藤の後継者である、谷垣定一、死死の会を結成するなど親しい関係にある。 麻生太郎ではなく、派の方針に従い、安倍を支持した。同じ福岡県選出の衆議院議員である麻生とは、地元での対立の先鋭化も一部から指摘されていた。しかし、安倍が総裁に選ばれるや、否や、公知会の理念と安倍の理念とは大きな溝があるという、胸の発言をし、距離を置いた。一方、安倍内閣成立の論考交渉で、庭が総務会長就任により、 派閥を離れると、帰戦を制して、には、小川派の共同代表から単独会長に就任。マスコミも、これを機に故障を小川派へ解消した。当選同期の太田誠一をはじめ花井幹部の多くと、若手に支持されていると見られ、自身の選挙対策委員長就任後も、実権を握っている。地元では、党の福岡県支部連合会の会長として、統制の維持、 拡大に努めてきた。しかし、2006年から相次いで行われた福岡市と北九州市の市長選挙で政府、与党推薦の候補が相次いで敗れたため、幹事長が即辞めたのに自分が残るわけにはいかないとして一部の反対の声を押し切り、2007年2月、県連会長を辞任した。残忍期間は原田義明衆議院議員が務めた。 同年9月、安倍の辞任表明を受けて行われた2007年自由、民主党総裁選挙では、麻生太郎と町村派の福田康夫が立候補したが、小川、福田先生の方が政治信条が近いと思いますと、福田支持をいち早く表明し、山崎派や谷垣派などと連携を行って、麻生方囲網で重要な役割を果たした。9月23日に総裁に就任した、 福田康夫から総務会長の就任を打診されたが、選挙の取り仕切りを希望したため、選挙対策委員長への就任に決まった。当新役員記者会見では、当四役という表現が使われ、小賀もその一員として記者会見に臨んでいる。なお、小賀は選挙対策委員長の就任理由について、自分が適任だと思ったからと述べている。しかし、2008年7月に、 福田が辞意を表明し、2008年自由民主党、総裁選挙で麻生が最有力候補とみなされると、小川麻生支持を表明。麻生執行部では、選挙対策委員長に再任された。国政選挙での投稿人候補選定を左右する、選挙対策委員長に就任したことによって、一部から、裏幹事長と呼ばれるようになった。旧来は、 選挙に関する党の権限を総裁、幹事長のラインが有していたことが、選挙対策委員長が党三役と同格になったことから、幹事長から権限の一部を奪う形にならざるを得ず、福田執行部では、伊吹文明幹事長との権限争いが注目された。また、衆院選の自民党候補者調整に関して、新規コスタリカの導入での解決には、慎重な姿勢を示し、 自民党は、大物民主党幹部と対決するいくつかの選挙区において行われていた自民党候補の比例上位に優遇措置の継続については、相手が強いから当選圏内を与えて候補者を公認するという手法が一つの知恵で行われてきたが、統制を拡大する上でプラスになるのか、戦わずして一歩引いている側面もあり、よく考える必要があると否定的な見解を示した。 2009年7月12日投開票の東京都議会議員選挙では小賀が選挙対策委員長として実務を取り仕切ったが各種世論調査でも民主党に対する自民党の劣勢は明らかで同年内に行われることが確定していた衆議院議員総選挙で目線が予想された小賀は人気の高い有識者などを対象とした立候補の打診作業を進めていたが 6月23日に宮崎県知事の東国原秀夫へ立候補を要請した際、東国原から全国知事会が掲げた地方文献改革提言の一言一句違わぬ実施と自らを自民党総裁候補として擁立することを出馬条件として提示された。東国原がこれを明かすと曖昧な返答をした小賀に対しても党内外からの批判が起こった。 結局都議選では自民党は民主党に第一党の座を明け渡す大敗となり、東国原も自民党が知事会の提言を完全実施できないという回答を出したことを理由にして衆議院選挙への出馬を見送った。小川選挙敗北の責任を取って辞表を提出したが麻生は小川を遺留し、衆議院解散の翌日の7月22日に小川の役職は 選挙対策委員長から格上の選挙対策本部長代理へ変更され、引き続き自民党の総選挙対策に関わった。この第45回衆議院議員総選挙では、全国の各選挙区で自民党の苦戦が続いた。小賀の選出選挙区である福岡7区には、かつて小賀の秘書を7年間務め、総選挙の直前に八女市長を辞職した野田国義が民主党から出馬。 小川比例九州ブロックでの重複立候補を辞退した上で公明党からの全面的な選挙協力を得て地元の支持者を対象にした招集会を多く重ね徹底したドブイタ選挙を展開8月30日の投開票の結果小川野田を破り10回目の当選を果たした野田も比例復活し小川初めて小選挙区で対立候補の比例復活を許した 総選挙の惨敗を受け、麻生総裁が辞任したのに、伴い、小賀も、選挙対策本部長代理を辞任した。小賀は、党の要職からは退いたが、高知会の会長職には留まり、総選挙後の自民党総裁選挙で谷垣を支持し、その当選を支えた。しかし、高知会所属の小野寺逸則が立候補を模索した、末に、河野太郎を支持に回った。加えて、 小賀の選挙対策委員長就任時には副委員長、その後の本部長代理への配置会時には空席となった委員長の代理として選挙事務を取り仕切るなど小賀から深い信頼を得ながらも安倍政権で総務大臣を務めて政策面で小賀との違いが大きかった菅義偉も高知会を離脱して河の指示を表明した。 自民党の政権奪還の見通しが出てきた2012年9月には、谷垣が総裁改選を迎えていたが、再選への意欲を示す谷垣に対して、高知会会長の小川、世代交代を主張し不支持を表明。谷垣は、石原信明幹事長の出馬を理由に挙げて、不出馬を表明するが、小柄の対応に不服な旧谷垣派の議員らが、高知会を離脱し、 中高地会は事実上終了した。2012年11月16日衆議院解散後、小川第46回衆議院議員総選挙には立候補しない意向を表明、翌日記者会見を開き正式に引退を発表。この中で、自らの秘書、藤丸里氏に地盤を引き継ぎたいとの意向も明らかにした。また、派閥会長の座は岸田文雄に譲り、 自らは名誉会長に就任した。その後も派閥内外に一定の影響力を保っていたものの、2020年9月末に名誉会長辞任の意向を会長の岸田文雄に伝えた。背景には2020年総裁選において小賀が岸田の対立候補である菅義偉を支援したと見られたことがあるとされる。2歳の時に父を戦地で失った戦没者遺族でおり、 国会議員になった後は、靖国神社総代を経験し、2002年からは、日本遺族会会長として戦没者遺族の救済活動をしている。しかし、歴史認識や靖国神社問題が深刻化する中で、内閣総理大臣などの公式参拝実現を求め、戦没者遺族の多数が加入する日本遺族会の 代表者としての立場と内閣総理大臣の公式参拝には強く反対する中華人民共和国とのパイプ役をの中から引き継いだ状況は必ずしも両立していない。2005年6月11日には近隣諸国への配慮が必要などと発言し、後に批判が殺到すると試験として述べたなどと釈明に追われ、これを機に靖国神社総大の職を辞任した。 2005年10月17日に、周期礼大祭の初日に参拝していただくということは、全国の戦没者の遺族、また遺族会にとって大変喜ばしい。遺族会として8月15日の終戦の日の参拝にこだわっているわけではないと述べた。2007年10月6日、三重県津市で開かれた道県遺族会の会合で講演し、 靖国神社への永久戦犯行使に関し、首相の公式参拝だけでこと足りるのか、天皇陛下を含め国民すべてがお参りできる、わだかまりのない施設を残すべきだと述べ、天皇の参拝実現も念頭に永久戦犯分子を含む論議を進めるべきだとの考えを表明した。しかし、これも国家基本問題同士会発足時には主張していなかったことである。 石原慎太郎とは、天皇の靖国神社参拝を推進し、永久戦犯の合衆を批判している点で共通している。2010年10月の周期礼大祭に際し、みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会会長として、超党派の議員65人と共に靖国神社に参拝。尖閣諸島中国漁船衝突事件により、 日中関係が悪化している最中の参拝については全く別問題との認識を示し、近隣諸国がどのような状況にあろうと、日本固有の精神文化の施設を国会議員が参拝せずして国の主権もなければ国家もないと述べた。東京裁判は戦勝国の報復裁判だとして批判的な立場を取る。ただし国民を戦争に巻き込んだことへの当時の 国家主導者の責任はあるとの考えを持つ。小川、新中派の一員として目され、上記の靖国問題などにも影響を与えていると、される。2007年7月4日、中華人民共和国の大き大使と中国大使皇帝で懇談し、協力を求めた。日中国交正常化35周年に合わせて、日本と中国が進める2万人交流プロジェクトが、 今週にも達成されるのに合わせ、双方で記念式典を開催することで一致したとされる。また、同年の参議院選挙後には、森吉郎、二階俊博らと新たな日中友好議員連盟の結成を予定していると報じられたが、これは実現しなかった。このほか、小川、北京オリンピックを支援する議員の会で副会長を務めた。また、2006年には、 南京大虐殺記念館への訪問と喧嘩を行った。小賀絡みでたびたび噂されるものとして大高地会構想がある。これは、かつての高地会の流れを組む小賀派と谷垣派と麻生派が再結集するという構想である。また、麻生派を外した形で小賀派と谷垣派が再結集する中高地会構想もある。小泉政権、安倍政権時代には、 政権との距離で3派が一致せず、同じ派の内部でも差が大きかったため、構想は進展しなかったが、福田政権誕生に際して小川、谷垣と共に、福田を強く支持し、その結果おおむね2派の内部がまとまった。2008年1月16日に小川、谷垣派が合流に正式合意、5月13日のパーティーで正式合流となった。合併後の会は、50人、 参院十一人の計六十一人の議員が参加し、党内最大派閥である、町村派、第二派閥の津島派に次ぐ、第三派閥となった。合流に伴い旧小賀派から小賀が、会長、大田誠一が、会長代行に就任。谷垣派からは、谷垣定一が、ナンバー2ポストの代表世話人に、藍沢一郎が、事務総長に就任した。 多くのマスコミでは中高地会を小川派と称している。2009年の衆議院総選挙における自民党の大敗で、高知会所属の衆議院議員は25人に激減したが、聖和政策研究会と平成研究会の当選者はそれを下回ったため、高知会は衆議院で最多の自民党派閥となった。有力な属議員として知られており、本人も、 道路族と言われることは誇りであると講演で語っている。道路族と言われることを誇りに思う。どんな非難を受けても結構だ。必要な道路は作り続けていきたい。道路族が悪いかのように言われているが、全然違う。先人が国民の生命を守る社会資本整備をしてきた。族と呼ばれる言われはない道路特定財源の一般財源化後も、 道路整備への予算の重点配分を求めるなど、道路族としての活動が複数メディアで報道されている。2008年5月11日には、道路特定財源を資金源とする道路運送経営研究会から献金を受けていると報道された。これに対し、民主党などからは、小賀の選挙区内で作られた有明海沿岸道路やおぼろ大橋が被災産事業であり、 小賀の中から誠ロードや誠橋と呼ばれ、小賀の政治的影響力を誇示するために作られた無駄な公共事業であるという批判がなされている。憲法改正について9条は世界遺産。9条に自衛隊を明記する同等の改憲案についても書く必要がないと断言。と述べている。また、2013年には新聞赤旗のインタビューに応じ、 安倍晋三が進めようしている憲法96条改正に反対し批判した。他に小賀を題材にした大下栄治による著作がある。ありがとうございます。